はい、こんにちは。まったりおじさんゲーマーではございません。今日はね、第163回 G1 天皇賞春ということで、テレビの前でね、また大馬さんたちのね、応援を、したいと思います。はーい、なかなかね、あまり詳しくないんですけれど、競馬は。でもね、馬娘プリティダービーをね、始めてからっていうか、面白くなってきて、楽しいですよね。まあ、もともと、理科の教員で動物が好きで、馬の走る姿なんかもね、結構かっこいいじゃないですか。ですね、競馬はね、昔から、ちらほらと、見たことはあるんですけれど、まあ、今回のようにね、ズボッとハマって、ゲームにもハマって、いるっていうことはそんなにないんですけれど、まあ、結構ね、面白いですよね。はい。ということで今日はね、第163回の G1、天皇賞春をね、今テレビで見てます。あ、これ違うか。が、東京第11レース、スイートピーステークスをやってますけどね。また今音をね、ミュートにしております。はい、結構ね、いろんな、お馬さん、有名なお馬さん、走ってますけれど、ね、ここに一応、お馬さんの、出馬表というやつ、それ、開いて見ているんですけれど、面白いですね。過去の出走の状況も書いてあるんで、もう皆さんこれで予想するんでしょうね。でもなかなかね、予想は、そう簡単ではないし、難しいんでね。まあ、ゲームと同じようで、なかなか、育成することが難しいんですけれど、頑張れ頑張れ。まあ、スイートピーステークスの大馬さんが走っておりますね。昔はね、なんだ、昔、ハイセイコーか。すいません、ちょっと待ってね。ハイセイコーの頃、僕、小学生じゃなかったかな。70年代ですよね。結構、ハイセイコーは、社会現象にまでなったお馬さんで、はい。歌も、ハイセイコーの歌なんか、多分あったんじゃないかな、と思うんですけれど、はい。子供の頃、ハイセイコーの走りをね、見たことはありますよ。あと、マルゼンスキーとかね。マルゼンスキーも70年代じゃないですかね。お、ゴールした。かっこいいよね。はい。まあ、出走時間が3時40分ということなんで、まだまだ時間はあるんですけれどね。いや、でも面白いですよね。あ、これはなんだ。新潟の11レースの結果。ダート1800メートルの結果が 今表示、されておりました。ワールドプレミア、アリストテレス、カレン・ブーケドール、シロニー、ディアスティマ、マカヒキ、ユーキャンスマイル、ディバインホース、ジャコマル、ゴースト、名将天元、ディープボンド、ナムラ・ドノバ、ウィン・マリリン、オセア・グレイト、メロディー・レーン、オーソリティ。なんかメロディー・レーンが馬体が一番小さくて可愛いということで、人気があるそうですね。はい。まあね、名前もいいですよね。かっこいいですよね。私の一番推しはどれだろう。一番推しっていうか、あまりね、お馬さんに固執してずっと、そのお馬さんの走りをずっと見ているわけでもないし、まあ、単なる、お馬さんが好きで、ゲームにはまっているおじさんなんで、まあそんなにはまっているわけではないです。ただね、理科の教員で動物が好きということで、まあその競走馬をね、引退した後、まあ、競走馬、引退馬協会っていうのがあるんですかね。まあそこで、まあ競馬を引退したお馬さんが過ごしているっていうネットニュースと何か見て、その今なんか春うららの、まあ、引退後の生活を支えるために、まあ、春うららのね、支える会があって、まあ、そこ新規応募しているんだったらね、僕も参加しようかなと思ったら、なんか新規
入会は今、お断りしてます。お断りっていうのも、入会者が殺到して多くなって、大変みたいなんで、今のところ、春うららの会っていうのはね、新規会員を募集してないんですけれど、そうなんですよね。まだ第一線を知り取れてもね、まあ、老後というか、その後の生活、ゆっくりのんびりと過ごしている、元競走馬の大馬さんがね、結構いっぱいいるんでね、そういった大馬さんたちのね、なんか、支援というか応援ができればいいなとは思っております。あ、なんか出ました。これ天皇賞春のオッズ。オッズが出てますね。もうかっこいいですね、でも。間もなくスタートですということで、もう5分前か。5分前になります。これ音入れていいかな？いや、行きそうな馬は5番のディア・スティマトですね。はい。9番のジャコマル。声が入りましたけどね。どうでしょうか。まあ、ディア・スティマが映ってる。横山和樹氏が。かっこいいですね。だから、乗り慣れてる、横山騎手の方が。ジャコマル。アリストテレスか。いいですね。なんか皆さんの本命一覧が出てます。アリストテレス、カレン・ブーケドール、ディープ・ボンド。ユーキャン・スマイル、カレン・ブーケドール、ディープ・ボンド。ディープ・ボンドとカレン・ブーケドールが人気があるんですね。ディアステマかっこいいな。漆黒の大馬さん。かっこいいね。ディープボンドも黒いね。色がかっこいいな。お、春のスタートですと。お、始まりますよ。阪神競馬場での開催は27年ぶりのようですね。163回続いてるってすごいよね。雨が上がった。六甲おろしか。歴史を重ねて163回目の天皇賞春、27年ぶりの二川決戦、4歳から8歳まで、牝馬3頭、4歳から8歳までか。17頭ですね。よろしくお願いします。あ、違うか。3200m か。そうですね、まずこういう経験がね、どのジョッキーもないですからね。すごいね。それを3分ちょっとで走るんでしょ。3分何秒だったっけ。3分14秒。そうですよね。ディープボンド、ちょっとね、ゲーミング中の音がね、動いたらガタガタするんですよね。ちょっとネジを締め直さないと、ちょっとずっと使ってるんでね。体重が重いからかな。ディープボンド、前評判高いな。ディープボンドは一番人気ですよね。あ、細井さんだ。そして一人の空間、一頭の空間を非常に回収馬、そしてポケット地点からゲート裏まで大事にしてるなと感じたのは川田騎手ですね。オーソリティ、はい、キャンターにしても一番最後に出して、そしてポケット地点からゲート裏には一番最初に、要するに一人の空間をすごく大事にしてるなという印象を受けました。いいですね。アリストテレスなんですが、オーソリティ、あ、なんだなんだ、ツイッターか、なんかツイートが、なんだろう。アリストテレスは菊花賞であの三冠馬コントレイルを首差まで追い詰めたんですが、ただ安藤さん、コントレイルか。大賞典はよもやの敗戦でした。天候晴れ、芝良、ダート、やや重。そして前走はね、やっぱり、ね、前半ね、1000メーターぐらいちょっとね、馬との折り合いがうまくいかず、ちょっとかかり気味で行ってましたから、はい、まあ、その点ね、ルメールジョッキーですから、もうすぐかな、ゲートに入るのかな。3時40分発送時刻って書いてるんでね、あと少しかな。68年ぶり牝馬、
走りですからね、十分あり得ると思いますね、はい、さあ今スターターがスタンドカーに上がりました。27年ぶり阪神競馬場に G1 のファンファーレ始まりますよ。ファンファーレが鳴りました。よし、頑張ってくださいね。メンバーは一戦級とは言い難いかもしれません。それでもいつか期待に応えようと頑張っている17頭です。どうぞその走りを認めてください。コースレコードはディアスティマか。レースレコードは北サンブラック。うん、3分12秒後。早いな。へぇ。お、ゲートに入ってきます。はい、テレビを通して応援します。5番が今入りました。ディアスティマ、こちらが入りましたけども、ジョッキーが乗り換わったんですよね。あと何頭かな。この辺りどう見ますか。シロニーが入っていく、マカヒキ、ゴーストも入っていく。ん、おそらく見えるのがディアスティマ、あるいはジャッパルではないかというふうに目されています。あと何頭かな。ここで最後。あとまだか。オーソリティが入る。これで、はい、揃うかな。揃った。よし、OK。いいですね。頑張れ、大間さん。ディアスティマ。ディアスティマは逃げなんだろうか。9番、ジャコマル。行けよ。アリストテレス。ああ、はいはいはい。結構長いからね。3200メートルだからね。大変だよな、スタミナ。はい。オセアグレート。今年は二度の坂越えはありません。ゆったりと平坦な作業コーナーを回ります。先頭はディアスティマ。乗り換わった坂井流星、どんなペースで行くのか。まもなくスタートしてから1000メートルを通過します。1000メートル。1分を切るペースで行きました。2番手にジャコマル、3番手内からジャコマル。真っ白い馬体が白に、その外にぴったりと出てくる。そしてこの前のことを見る格好でアリストテレスと白い大馬さん。正面スタンド前です。1周目。今年もファンはスタンドにも、それから花前にもいません。正面スタンド。粛々とレースが進んでいます。無観客なんですよね。しょうがないですよね。無観客はね。いけよ、いけよ。いいですね。早いなぁ。時速何キロなんだろう。2周目、内回り。ディアスティマ。ジャコマル。アリストテレス。受けよう、皆さん。ディアステマがまだ先頭を走ってます。ディープボンド。ディープボンドは来るか。お、よしよしよし、KK、頑張れ頑張れ。お、すごい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 。KKKK と、ワールドプレミア、
3番、12番、1番、1番、12番、3番。1番、12番。おー、すごい。ワールドプレミア勝った。すごいなぁ。おめでとうございます。すごいね。いやぁ、これ、サシってやつ？おい、じゃないの、サシ。勝ちタイムが3分14秒7。最後の 600m が37秒4というタフな競馬になりました。さあ、そのタフな流れを読み切って福永雄一、着順が出るかな。2つ目の G1 ワールドプレミアに捧げました。すごいね、まあ、かっこいいよね。そして2着にはこのディープボンド。お、ディープボンド2着。福永雄一騎手はこれで親子での天皇賞制覇ということになります。安藤さん、福永騎手は見事に最後は外から差し切りました。そうですね、今日はね、やっぱりいつもよりちょっと前目でしっかり折り合いもついてました、ワールドプレミアは3番人気なんだ。そうでしたね。いや、十分最打ちに行ったんですが、高橋さん、今日は一着取れるあれだよね。これで今スローで見てるけど、1、1、12、3か。1、12、3ですね。すごいですね。着順出ないのかな、まだ。着順掲示板は上がっていまして、1着1番のワールドプレミア、2着12番のディープボンド、3着3番のカレンブーケドール、1、12、3ですね。そして5着が14番のウィン・マリリンと。あ、ウィン・マリリンが5着に入ったんだ。あ、すごいすごいすごい。おめでとうございますという感じですね。そうですね。そしてこのレースは17頭が全部無事に完走しています。全部完走。全頭完走だそうですね。はい、ということで、天皇賞ワールドプレミアが1着、2着がディープボンド、3着がカレン・ブーケドールという結果になりました。はい、ということで今日は第163回 G1 天皇賞春をね、テレビを見ながら一緒に応援しました。皆さんどうでしたか？結果は良かったですか？はい、ということで、今回はね、この件で失礼します。またね、レースが、テレビ中継があったらね、テレビの前でね、大馬さんを応援したいと思います。はい、ということで、今回はこの辺で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。